ただいま打ち上げております花火は、伊勢湾台風犠牲者の方々に対して追悼の意を込めた花火です。続いては大切な方へ思いが込められた記念花火です。父佐藤勝を忍び、また皆様の父への生前のご厚意に感謝して、株式会社東海社長佐藤達夫、メモリアルテーマパークフクロウの森、ぶっこ社追悼花火合唱。大ヒット祈願、11月1日公開、黒木華さん主演、映画「愛見互い」は桑名市が舞台です。大ヒットを願って桑名フィルムコミッション。
蛤犬。3、2、1、スタート。
Thank you.
最初はアルプス煙火工業株式会社、キラキラ新虹グラデーション、虹をイメージした花火で紅、黄、緑、青、紫の虹色が一つの玉の中でスライドしながら発色します。続いて加藤煙火株式会社、スプリングスノー、春の雪をイメージした花火です。さまざまな白を組み合わせています。銀芯の燃焼終了と親星が点滅へ変化するタイミングを合わせており、一瞬ふわっと浮くような速度が変わるような効果があります。続いて三元煙火株式会社、マジック花火、大きくなったり小さくなったり、夜空でマジックショーの始まりです。花火が開花すると大きくなったり小さくなったりします。ダイナミックな瞬間芸をお楽しみください。続いて株式会社山崎煙火製造所、錦新錦八方咲き入り彩色点滅、金色の芯が入り、さらに金色の線が四方八方に飛び、外側の円は白からさまざまな色に点滅する花火です。最後は有限会社田舎港堀内煙火店、自社発酵新紅自社発酵リング入りマジック咲き緑自社発酵、一定方向から色が変化しながらその周りを巡るように大きな輪が動きます。その後大きく浮かび上がって光が動き始めます。さまざまな光が動きますので、まばたきしないようご覧ください。水着は待ってきてほしい。
追いかけて白い本を開けて僕が生まれた日の空は高く遠く晴れ渡ってた行っておいでと背中を撫でる声を聞いたあの日季節の中ですれ違い時に人を傷つけながら光に触れて影を伸ばしてさらに空は遠く
手が触れ合うよ飛びも出ます。
ことをすべてみんなに知らせなくちゃ。どうか目を覚まして、誰も信じてくれない。でも知らないふりはもうできない。こんなの誰も望んでないわ。きっと自由蓋をし